ります、頂上から今降りてきます。頂上1300メートル弱ですので、そんな標高は高くないですけども、雪質はすごくいいです。ここから一気に下まで降りてきます。これは一番ですね、イーストコースという端っこのコースになりますね。この後中級コースに行ってきます。ちょうど向こうに羽鳥湖が見えますね。景色がいいです。ちょっとなだらかです、この辺は。あれは高速クワッド乗り場です。ゴールです。